本日、まあ、大体3時ぐらいですかね、突如ね、カプコンチャンネルさんで、武器紹介の、ね、動画が上がりました。弓と双剣なんですけど、ちょっとそれ見てね、もうやられず早くやりたすぎてやばいということで、まあ、僕はね、双剣はね、まあ、アイスボーンでほとんど使ってないんですけど、弓はアイスボーンアップデートがだんだんこう終わりに差し掛かるあたりで、まあ、ちょっとずつ使い出して、今、少しずつ練習してるって感じなんですけど、ちょっと僕がね、まあ、弓のみならずね、この2つの動画を見て、まあ、率直にね、本当深い考察とかは特にないんですけど、率直にね、思ったことを言いたいかなと思います。いや、まずこのオープニングの弓がかっこよすぎる。なんかあのダークイーグル感あるよね。チャークの最優秀デザイン賞のアイスボーンので、これ弓のアクションにもね、ちょっと注目したいところなんだけど、こう殴りが入ったりね。ただなんかドスフロギーが綺麗だったり、この今まで使われてきたこの水没林の BGM がね、まあ、これツイッターにも書いてたんだけど、あまり原曲をねすごいアレンジして、なんか原曲無視してる感じじゃなくてね、ちゃんといいところっていうか雰囲気が残ってて、俺アレンジとか結構否定派なんだけど。あ、でこれでですね、鉄柱形儀っていうのかな、剛力の弓掛け、これでただ攻撃力上がるだけなのかなっていう印象かな。これ結構ね、俺10回くらい、なんだろう、この弓掛けっていうやつが出てからさ見直したんだけど、あんまり違いは分かんなかったね。攻撃力アップ上昇だけなのかな、なんかヒット数変わったりエフェクト変わったりすんのかなと思ったけど、特にそんな感じもなくみたいな感じでしたね。いや、これなんかね、この鉄柱秘技、鉄柱剣技か、これをつけた時のなんか瓶がね、一時的に特別なものだったりさ、まあ、攻撃力アップ上昇もね、まあ、何倍になるのかっていうのは疑問に残るところですよね。で次はこれですね、なんだ、休息砲でいいのかな、鉄柱剣技、これいいよね。これさ、鉄柱とかけり虫ってこれ別物なのかな、あのマップを移動するときはかけり虫っていうのを使うんだけど、なんかね、これ武器紹介動画見てる感じは鉄柱って言ってるから、武器使うやつと移動の時に使うやつって別物なのかね、まあ、その辺もちょっとまだ分かんないですけど、これいいよね。なんかすぐ回避に移れそうだし、ガンダーはね、まあ、基本的には避難をしないことが求められるので、剣士よりすぐバックステップできるところいいよね。あとスタミナ休息回復、これありがたいね。まあワールドでね、競争薬っていうのは弱体化しちゃって、スタミナね常にマックスで使い放題っていう仕様じゃなくなったんだけど、まあライズではねどうなるかまだ分かんないですけど、多分ワールドの仕様のままだと思うんだよね。結構アクションとかもね、ワールドベースでチャージステップあったりね、矢の飛び方が、まあ、今までの作品だと、貫通、拡散、通常ってあったんだけど、それがね廃止されて、まあ、一つ一つの矢の飛び方に、そう、技の、矢の飛び方にそれぞれ違いがあるという感じかな。まあ、この竜の一種もね、どうなのかね。ワールドの時はね、あの野良で使っている人、まあ、いなくはなかったけど、アイスボールになってマジで、竜の一種、一種系の、なんだっけ、アイスボーンから追加された竜の一種の強化版の技の名前ちょっと忘れちゃったんだけど、あれ使ってる人マジで見たことないんで、まあね、アイスボーンはクラッチ、睡眠からのね、クラッチからのぶっ破して、そこからボコスか殴るっていう戦法が主流になっちゃったので、まあまあまあしょうがないかなっていう感じなんだけど、まあこれをね、ぜひなんだろう、有効活用されるようなね戦法が生み出されるといいですね。で次はね、双剣の動画の方行きましょう。まあ、双剣はね、本当冒頭にも言った通り、俺は全然わかんないんで、双剣についてはね、ちょっと下手なことに触れるのはやめとこうかなと思うんですけど、まず一番最初に気になるのは、ごめんね双剣のことじゃなくて、ロアルドロス綺麗すぎねえか。あの前はちょっとね、トライジーの HD のロアルドロスの画像がね出てると思うんですけど、もうなんていうのかな、きめ細かい感じがね全然違う。すごい綺麗だロアルドロス。でもこの辺の鉄柱残形、この辺はちょっとね、 なんだろうコンボが増える、あのダブルクロスの文面だけ見てる感じね、獣宿しみたいな感じで、
なんか追加攻撃が発生するのかなっていうような曖昧な憶測ですけど、まあ、そんなイメージを受けたかな。あとね、この なんでおぼろがけっていうのかな、これ読み方ちょっと分かんないけど、一気にモンスターに近寄ってね距離を詰めるっていう、まあ双剣はね擬人化したと状態での、ダッシュが早いんで、まあ、距離を詰めやすい武器ではあると思うんですけど、これによってねかなり、モンスターと立ち回りやすいのかなと思います。あと水没林についてなんだけど、めちゃくちゃ見晴らし良くなってないかめっちゃ見晴らしいい感じになってると思うんだよね。で今まで水没林の水って、まあ、8番とかは綺麗だったんだけど、まあ、4番5番6番とかあの辺は、まあ、掃除であんまり綺麗ではないっていう感じだったんだけど、ライズのこの水没林でね、まあ一層それがよりはっきり分かるって感じかな。ほんと今までの作品のなんか段差があったモンハンとは違ってすごい平地でね、だからこうロワルドロスのような海竜種もなんか参戦できたのかなと、うん、思いますね。ラギアクルスとかタマミツネとかもね復活してほしいなと思いますね。まあ、でもラギアクルスはいや復活してほしいけど、なんか結構フルフルとか、まあ、和風って言ったらジンヨガとかあの辺もね入ってくると思うんで、雷属性モンスターがちょっと、まあ、飽和状態というか結構ね、まあ、武器とかもこの武器は切れ味がいいけど攻撃が低いみたいなね、そういう感じでうまく差別化されるのかなと思いますが、今挙げたねラギアクルスタマミツネに関してはねすごい期待しております。まあ、あとあれですね、この弓と双剣って、ワールドの中では、まあ、結構珍しいね、この2武器種だけ、属性重視の、まあ、装備をね組まされたんですけど、ライズではどうなるんでしょうかね。まあ、それこそミラボレアス武器が追加されてからは、まあ、ミラ武器でね、物理重視っていう選択肢もできましたけど、それまで結構弱点属性担いでね、まあ、アイスボーンだと、龍門式で挑むみたいな、それで、黄金武器のね快進撃属性を生かして高い属性値で殴るっていうことがね主流だったんですけど、今作はねどうなるのか楽しみです。今回はざっと話していきましたけど、ライズ非常に楽しみですので、弓と双剣だけじゃなくてね、他の、残り12武器種かなのね続報も楽しみにしたいかなと思います。あと僕はガンランスとチャージアックスが早く見たいので、カプコンさんよろしくお願いします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。